取材です、よろしくお願いします。ビデオですので喋らないと、これ写真じゃないので喋るの、何喋ってよ、喋らないと、ガザのこと喋んなくて、そう、普段中央区知事会は何をなさってます？こういうハガキを売ったりとか、はい、それからあのビーズ製品、今日ちょっとビーズは出てないんですけど、はい、これが皆さんいつも作ってるハガキですね、はいはい、それでセイロカでこれは売らせてもらってます。あ、そうですね、はい、それからビーズとかも売らせてもらってて、はい、あとはあの第3水曜日に家族会の定例会を開いて、はい、それからあの祭りとか、はい、ブーケ祭りとか、はい、から1年に1回旅行に、家族旅行っていうんじゃないんですけれど、はい、あの障害者が親が亡き後どうするかって考えて一生懸命活動している会なんです、の自立のために、生活のために、そうなんです、あの親が、ね、亡くなっちゃった後にどうやってね、あの幸せな人生を彼らが送られるか考えて一生懸命活動している会なんです。そうですね、はい、あの要はその当事者も、はい、その周りの人もこう一緒になって、やっぱりこう協力しないと解決しない問題いっぱいありますよね。我々あのまともな人もだんだん助けてもらわないと、お互いに子供は当てにならないかなと思って、ならない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 、だって独居だってさ。